ネッシー。ネッシーは、イギリス、スコットランドのネスコで目撃されたとされる、未確認動物、ネスコの怪獣、ロッホ、ネスモンスターの通称。未確認動物の代表例として、世界的に知られ、20世紀最大級のミステリーとして、語られてきた。記録として残されている最古の記録は、西暦565年。 アイルランド出身の聖職者コルンバの生涯に関する電気中で言及されたネッシーの発見報告である。当時コルンバはスコットランド北部の異教徒へのキリスト教布教活動を精力的に行っており、その半ばイギリス最大の淡水湖であるネスコでネッシーと遭遇したという、以来多くの発見報告がなされてきた。特に1933年以降、 ネスコで多くの目撃例が報告され、写真や映像が公表されてきた未確認動物。ネッシーの通称は世界的に使われるが、日本においては特にこの名が浸透している。科学の進歩で謎や不思議の少なくなった20世紀において未確認飛行物体と並ぶ最大級のミステリーとして語られてきた。その正体については諸説が提唱されてきた。 目撃眼や写真に捉えられた形状から恐竜時代に栄えた大型水性爬虫類である主張竜プレシオサウルスの生き残りあるいは世代を経て進化した姿という説が古くから最も知られている太古に絶滅したとされる大型獣が生存していたとすれば大きなニュースでありロマンをかき立てられる話題でもあることから期待を込めて支持を集めてきた面もある他には 流脚類の生き残り説や魚類説など多数ある。しかし、目撃証言や写真、映像の多くが、基地動物や船舶、流木、鉱石、または波動など自然現象の5人であるか、あるいは鉄造と判定され、大型銃が生存している、可能性を否定する動物学者杯。史上最古の記録は、690年頃にアダム・ナーンが書いた聖コルンバの電気。 セイコロンバデンとされる。文中でアダム・ナーンは565年に目撃されたネス川の怪物のことについて記述している。な、ネス川はネス湖に直接接続していない。目撃例が飛躍的に増えたのは1933年以降で、これはネス湖周辺の道路がこの頃整備されたためとされる。同年5月、湖畔でホテルを経営する。 マッケイ夫妻による目撃談が新聞報道され話題を呼んだ。11月にはヒューグレイによる最初の写真が撮影、公表された。1934年4月にはいわゆる外界の写真、口述がデイリーメール紙に掲載され大きな反響があった。1990年代になって前日のマッケイ夫人によるグレイ写真以前の撮影とされる写真が 公表されている。その後も現在に至るまで多くの目撃例があり、写真や映像も撮影されてきた。1951年のラクランスチュアートによる写真は、ネッシーの背中の三つのコブと、おぼしき物体が捉えられており有名でる。1955年、P.A. マクナブ撮影の写真は、小顔の赤と上司が写り込んでおり、それとの比較で、ネッシーの大きさが、 湖面に出ているだけでも10から15メートル以上と推測できる貴重な写しとされる。映像では1960年、著書、ネスコの怪獣、大陸書房で知られるネッシー研究家、ティム・ディンスデールにより撮影された、対岸に向かって泳ぐネッシーを捉えたとされるフィルムが有名。また、百七十五年に、ボストンの応用科学アカデミー研究チームにより、撮影された、 ネッッシーーののほぼ前身と、とと頭部のアップを写したた。される、水中写真は、世界的ななニュースとなった目撃例や写真は、水面に頭部や背中のように見える突起物が移動するところや、湖畔を巨大な姿で移動するもの、稀には陸上に上がったなど、様々である。このため、普段は水中に住むが、時々水面に頭などを出すのではないかとの説もある。 サッチャー政権下のイギリスでは、ネッシーの保護が検討されていたとも言われる。2005年3月頃、ネスコの湖畔で、鹿の死体と共に、長さ10センチメートルほどの牙状のものが見つかっており、一部では、これをネッシーの牙として、なおも存在を信じる人々がいる。ロンドンの下界、実際は、産婦人会、ロバート・ケネス・ウィルソンは、その主張によると、 1934年4月の早朝、友人と共に鳥の写真を撮りにネスコを訪れ、突然湖面に現れたネッシーを持っていたカメラで撮影した。この写真はデイリーメール誌に掲載され、下界の写真と称されて話題を呼んだ。騎士が写っておらず、ネスコを撮影したという確証はなかったが、主張流を思わせる長い首がはっきり写されており、 長らくネッシーの代表的写真として知られてきた、に写真が掲載されている。しかし1993年11月、クリスチャン・スパーリングが、死の間際に、この写真がトリックであったと告白した。告白によると、首謀者は彼の養父、マーマデューク・ウェザラルであり、彼らは、自ら発見したネッシーの足跡を偽物と、判定された、衣舎返しに、 おもちゃの潜水艦に30センチメートルほどのネッシーの首の模型をつけたものを撮影したという。そして、知人であるウィルソンの意師という社会的地位に目をつけ、偽証を依頼したとのことである。エープリルフールのジョークのつもりだったが、世界的な話題になったことで引くに引けなくなったとのことである。この告白は、翌1994年3月、イギリスのサンデーテレグラフ誌に掲載された。 しかし、スパーリングの告白以前からこの写真は、ネッシー皇帝派からも、証拠としての価値や疑問が提示されていた。下界の写真は、すでに1960年代より、写真に写る波の大きさや形状から、被写体が、大型生物ではなく、数十センチメートル程度の物体であることが、指摘されており、水鳥やカワウソの王の五人説が唱えられてきた。 また1980年代には研究者により対岸が写った元の写真が発見された。これにより被写体が実際に小さかったことが証明されたのみならず、公表者が被写体の小ささを隠すために意図的にトリミングした写真を公開した疑いも指摘された。20世紀後半にはそれまで水中に生息していたとされていた竜脚類の大型恐竜は 実際には陸生で新しいことが明らかにされ、ネッシーがアパトサウルスやリプロドクスなどの生き残りでる可能性は薄らいだ。また、有力な証拠とされてきた写真がデ像であることが、当の報告者から告白されたり、大規模な確認調査が失敗に終わるなどしている。イギリスの鳥類学者は、ネッシーに対してネシトラス・ロムバプタークスという学名を与えている。 2004年、イギリスのパートン海岸に謎の生物の死骸が漂着し、その姿がネスコのネッシーを彷彿させるため話題を呼んだ。漂着した死体は、生物としては比較的小柄で、俗にミニネッシー、ベビーネッシー、ミニネスコの怪物と呼ばれて注目を集めた。2006年になり、当時サーカス団の像がネスコの水辺に立ち寄っていた記録があることがわかり、 ネスコ周辺の人々が、その像を、謎の巨大生物と見間違えたのではないかという説が、イギリスの古生物学者クラークによって唱えられた。他に、北海からネス川を遡った、長ザメ、湖面の波や流木などの説もある。長ザメは、大型のものでは、体長3メートルにもなり、ネス川川口で目撃された例がある。湖面の波については、地元の船乗りには、 ネスコは強い南西風によって潮目のような戦場の長い波が立つことが知られている。こうした波、あるいはボートの功績が時にネッシーの功績、あるいはネッシーのコブとして目撃されたと思われる。実際、ネスコをよく知るネスコの船乗りからは、ネッシーの目撃例はほとんどなく、目撃例の多くは旅行者やボートに乗らない小岸の住人からである。また、 周囲の川から流れ込む流木は、乱組は循環現象で、湖の中心部に集まるが、夏から秋にかけては、南西風によって、精神現象が発生し、流木を風上方向に流す。風下から風上に流れる流木が高速で移動する、生物のように見える。これまでの科学調査の結果に、大型爬虫類、あるいは動物の存在を肯定するものはない。 日本においても最も知られた未確認動物であり、テレビ番組や雑誌等でしばしば取り上げられた。国内で目撃証言のある類似の未確認動物にシーという命名が盛んにされた池田湖の石ー、クッシャル湖のクッシーなどほか、特撮ドラマ等の怪獣や漫画のストーリー、登場メカの題材にもなった。日本に中華人民共和国からパンダが贈呈された。 当時の世論調査でネッシーがパンダの次に日本に来て欲しい動物に選ばれている。石原慎太郎はネッシーの存在を信じており何度か捜索隊を組んでネスコを調査している。1977年に日本の漁船がニュージーランド沖で未確認動物のフラン以外を引き上げ大きな話題となったがこれにニューネッシーの名が付けられた。 後にサメ類であると結論付けられ、噂目説が有力であると結論付けられている。ネスコで目撃されるから、ネッシーなのであり、このネーミングは不合理だったが、日本でネッシーの名が未確認水星獣の代名詞であったとの、傍証とも言える。しかし、1980年代以降、メディアへの登場は徐々に減っていった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。